フィリピンのパングラオ監視塔監視塔は世界の多くの地域で使われている要塞の一種である。それは通常の塔とは異なり、主な用途は軍用で高所から安全に周囲を領地や国境を確認できる場所を提供する目的で建設される。場合によっては宗教的な塔のような非軍用の塔も見張り塔として流用される。ドイツのローマ時代の監視塔ローマ人は 通信システムの一部として数多くの塔を建てた。例としてはイギリスのハドリアノスの頂上やドイツなどに残るリメスに沿った塔がある。また、ローマ人は現存しているスペイン北部のヘラクレスの塔のように多くの灯台を建設した。中世ヨーロッパでは多くの城やマナーハウス、または要塞建造物に見張り塔が併設されていた。 フランス西部のマナーハウスでは、矢ザマや銃眼を備えた見張り塔が主な防衛手段の一つであった。領主は見張り塔の上から、自らの領域を監視することが可能であった。サウジアラビア南部やイエメンでは、アスイール山岳地帯に小型の石像か、泥製の傘場と呼ばれるキープや物見の塔を建設した。さらにナジュドでは、山の頂上から遠くから近づいてくる敵を発見し、 警報を行うマルガブと呼ばれる監視塔が建てられた。ありがとうございます。